はい、こんにちは。ボツのマフです。はい、今日はですね、ゾイドワールドの動画なんですけれども、前、チョイライブで作っていたクワガレット城、そうですね、これをですね、完成させたいなと思います。はい、はい、こんな感じでクワガの顎の部分だね、うん、顎のこのハサミの部分は赤に塗装しました、うん、で、それ以外の部分は黒なんだよね、うん、なんでこんな感じ、その他もこんな感じで塗装が終わっておりますので、組み立てていきたいなと思います、うん、はい、じゃあクワガレット城を作っていきましょう。はい、ということで完成しました。こちらがクワガレット城、そうですね、うん、はい、どうでしょうか。あ、いいね、いい感じで、またやっぱりね、この黒い部分がテカリがあって、ちょっと昆虫感がかなりあるけどね、うん、なんでちょっと昆虫が苦手な方は今回ちょっときついかもしれないけど、ごめんなさいね、うん、はい、はい、で、顎の部分は赤になってますね、うん、で、やっぱりちょっとドス黒い赤というか、ちょっと濃いめの赤になっちゃったね、うん、で、これがバトルカードハンターのカードなんだけど、うん、この顎部分かなり明るいんだよね、うん、だから本当はこれに近づけたかったんだけど、もともとのクワーガがね、うん、この紫色っていうか群青色っぽい色なので、うん、どうしても濃くなっちゃいましたね、うん、まあでもどうですか。いいね、結構いいよね、うん、顎にもテカリがあっていい感じになったんじゃないかなと。ちょうど目のこの明るさと同じぐらい、 目よりも濃いか、うん、じゃあワイルドブラストさせてみましょう。エイジン君お願いします。はい、羽開いて、うん、デュアルシザスを前に出す。はい、ちょっとここが硬いんだよね、うん、よいしょ、はい、完成。4連カニバサミ、4連カニバサミ、うん、ああ、で、背中部分はこんな感じですね、うん、ここもちゃんとテカってていい感じ。おお、よかった。ちなみに普通のクワガと比較するとこんな感じですね。おー、全然違う、違う、こっちの方が悪って感じがすごいする、うん、じゃあクワガレット城歩かせています。はい、ゼンマイを巻いて、はい、はい、こんな感じ、うん、ちゃんと動くね、あの顎部分もちゃんと動いてるね、うん、うん、じゃあワイルドブラストして歩かせています。はい、よっ、あ、ちゃんと問題なく歩くね、うん、じゃあ顎も動いてますね、うん、オッケーオッケー。お前は何という名前だ。お前、お前とはなかなか上から目線だな。この私は邪神ゾイド、クワーガレット城様だ。邪神ゾイド、いかにも怖そうな名前だな。しかし、見るからにちんけなゾイドだ。こう言ってくれるな、お前。だが私のこの邪神の力、今見せてやる。ふわこの私、クワガレット城様のお力、見たか。ゾイド同士を戦わせる暗黒の力があるのだ。これでこの私は、この世界を征服してやる。征服だって。俺たちはフリーダムダムを倒したいだけなんだ。何を生ぬるいこと言ってる。この世界はこのクワガレット城様が征服してやる。これはとんでもないことになった。まず最初にこいつらを跡形もなく切り刻んでくれよ。デスブラスト4連カニバサミ。ブーンドス。お、お前は。私はカブターヘラクレス。あ、あなたは。カブターヘラクレス、お前は復活していたのか。クワーガレット城まで復活していたなんて。仕方ないならば、神のゾイド同士、ここで決着をつけてやる。行くぞ。ワイルドブラスト、メリケンストライク。はぁ、おー、我々神の力は互角のようだな。そのようですね。ならば、こうするしかありません。うん、おぉ、何をする。これであなたを封印します。なんだと。そうするとお前自身も封印されてしまうぞ。いいんです。これでゾイドの世界が幸せになるのならば。おお、行っちゃったの、あいつが。せっかく復元したのにもういなくなっちゃったよ。また新しいデスメタル軍を探し直しだな。
はい、ということで今回はゾイドワイドのクワガレット城を作ってみたでした。はい、ということで今日のゲスト面白かったなとか、おークワガレット城よくできたねと思った方、ぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はいつもとコンテンツますので、ぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。